ファイヤー。キムさん、ひょうたん島クルーズ、これは一番いいんじゃないですか。我々貸し切り、いや楽しい、やったぜ、おお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 来る、うわぁぁユニコよりもこれ次の楽しい、これが徳島でできるひょうたん島クルーズ、なんと大人が400円で乗れるという格安おもちゃでございます。ひょうたん島っていうのがあるんですか。そう、このエリアというかね、ひょうたん島って言うてる、そういうことですよ。あ、これちょっと低いんじゃん。あ、これやばそう。返しや、返しや、よければ、うわー、うわー、近い、めっちゃ楽しい、楽しい、よかったよかった、頭打った終わりやからね。はい、ということでひょうたん島クルーズ、はいはい、どうでしたか。いや、風がすごい気持ちよくて、よかったですか。この季節にぴったりすぎましたね、めちゃめちゃ楽しい。あれ400円やからね、イカれとるから。あの一番頭スレスレで通る橋の近くになったら、運転手のケンちゃんがケツメイシかけるっていう、誰一人嬉しないパフォーマンス。夏の思い出の方ね、声ガサガサすぎて聞こえん解説、これが徳島の魅力なんで。ずっとバリ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 言ってる。バリ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 って言ってる。内容はね、めっちゃ物知っとんやけど、もったいないから。マリアードが喋ってるのか。バリ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 って言ってるから。聞こえへんけど、まあなんかは言うてる。ほんで、ほんまになんかすごい知識は持ってるんだ。優しい人。優しい人。これが徳島市内の遊び方の一つ。最高。メテさん頑張れ。メテさん倒した5万円。最後、最後何か起こるかもしれない。いけ、荷物持って舐めてるやつみたいになってる。5万円。観光で。お、あ、何にもできんか、何にも、何にもできんかったわ。2万チャンピオンの。いや、そうですね。自分の腕が非力だなって思いました。はい、そんなことないですよ。またちょっと次回上級生頼みます。また次回来ようとしてる。あ、右、右利き、右、次右。次を一番行くんかい。右自信あるんかい。メテさん右、え、頼む。いけ。ああ無理か。メテさん、ダメだった。帰ってきて、帰ってきて、メテさん。全然ダメ。めっちゃ強い。ちょっと僕も行ってくるから。あ、行ってきて、行ってきて、行ってきて。右行こう、右。クワケンちゃん勝てるやろ。うん。いやー、すごいねんな。クワケンちゃん。行け。あはははは。お、あ負けていった。くわあ、薬やっとる。薬やっとる。おかしい、おかしい。井上メテオ、そして小屋健太、はい、アームレスリング、はい、日本チャンピオンに勝てなかった。はい、全く勝てなかったね。キムさんやったら倒せてたんかなっていう可能性だけ残して、ね、僕ら二人で言ってるから、うん、まあまあ僕あの女子に負けるからね。女の人強いですからね、うん、だからまあ一応我々の言い分としては、うん、キムさんがやったら勝ってたって、まあまあね、言い張るためやから。あの脇に力入れてなかったからね、二人とも。二人とも、ああ、うん、そこがちゃう。そこか。あれは技術の面では
知ってるんで、ワンピースに力入れて背筋でいくっていうね。あ、その腕じゃないあれをできてなかったの、2人。ああ全然ちゃうかったな。キムさんが言ってくれとったらよかったな。僕はそれをやっても女子に負けますんで。あかんな。やっぱパワーもいるんや。そうやね、ある程度いるわけや。腕激細なんで。激細白腕白燃えるかもよ。2日目ーイエーイ。 I am I in イヤケイ。映ってるかな。すごいない。こっち見えるかな。見えますか。こんなとこにいます。ちょっと360度回ってみよう。こういうすごいね、うん、こういうところにいます。すごいとこにおる。絵画でしか見たことないわ、こんな絵画でちゃんと言ってる。どうですか、徳島1日目、ひょうたん島クルーズやった後に、はい、生配信も出てもらったりして、うん、ただ動画撮ってなかったからお休みみたいなも全然なく、急に2日目が始まりました。はい、はいはい、今日はちょっと嫌のかずら橋の方と、いやすごいな、いろいろ西の方探検しようかなと。ボトルマンやってこれやもんね、激アツでしょ、なかなかの。なのでちょっとここは嫌系展望台、うん、そろそろションベン構造あるから、うわーそれめっちゃ楽しい。ちょっとそれ行きましょう、ほらということで、はい、到着やったー、来ました目的地ションベン構造。はい、すごい出るよ。メテさんこういう動きようしてるイメージあるけどね。出てでもこんなようようやってるイメージある。そのイメージ、これがこれね、イヤケイションベン小僧。イヤケイションベン小僧、ションベン小僧、これが見たかったんです。すごいね、すごい高さ。映るかな、すごい落ちたら終わると。あと 大量のお金。願いをするんですよ、ここで。お金を投げて。お金持ってるわ。お金取りに。お金あんで。お金あんで。お金あんで。メテさんもお金ある。お金あるから。どうぞ、100円の。100円。天山 T シャツ着てる。天山です。天山の T シャツ着てる。これ願い込めて。あ、100円いくんすか。100円いっちゃう。大盤振る舞いですよ、これ。行こう行こう。そう、バーン投げて、願い事言うたったんですよ。なるほど。ほんで、ションベン小僧と同じポーズです。あ、最後に。そう、手合わさんと、ジャーンってこう、決めとったらええんで。うい。ボトルマンで、いい大会が開けますように。主催だ主催の夢だ主催やった。歌とか関係なかった。ボトルマンだった。おしっこポーズナイスの。ありがとうございます。あ、決まりましたね。いきます。メテさんも。はい。さあ。宮崎で、チキン南蛮が食べれますように。バイト頑張ったらいけるやつや。やった願い叶うぞ。やった宮崎のこと言うなよ。やったやった頑張ります。頑張ります。ボトルマン。じゃあ、車に戻ります。行きましょう。はい。カズラ橋に着きました、はい、メテさんがアメゴで、キムさんがアユ。食ってください。初めて食べるかも、こんな感じ。こんな感じで、そう、意外とリアルな。あ、逃げえって思うと思います。高い。そう、これがアメゴ。これ中型犬ぐらいパンパンやな。パンパンです。中型犬によるけどね。コーギーぐらいパンパン。飯持ってるコーギーぐらいの。いただきます。はい、2回どこ食ったんじゃん今。ジジイ飯のとこ。劇的ない、ハイパー内臓みたいなとこ食った。リアルな味でしょ。うまい。あ、うまいですか、うん、あ、よかったよかった。米欲しい。米行くもんではないやろあんまり。米食うな。アメゴで米食うてる人いないです。味ちゃうかな。お、アメゴをちょっとかじってみて。どう、一緒ですか。めっちゃ一緒。点々あるかな。点々ない方がいいやん。そうなってきたら。あゆ、どうです、どうですか。一緒。いや、一緒やった。一緒やったか。ダイーン。もう汗かいてる。怖さで。楽しみですね。すごいな。はい。メテさん、これスリッパじゃないですか。スリッパ。いけるんですか。わからん。これ。これは。
あ、かっこいいスニーカーです。かっこいいスニーカーだった。キムさんただただおしゃれだった。ポンプフィオリーでしたね。むちゃくちゃいい。じゃあちょっと渡りますか。渡る。これやっぱ手を使わんかったら勇者。あ、勇者勇者勇者。使わん人いますよ。こんなんやからね。わあすごいな。手使うかも。手使うかもしれない。ちょっとこの辺安全なうちに手使わんと。うん、あれいけど、ならね、な、安定感必要もしかして。あ、強っ。キムさんちょっと行けるとこまでこれで行きますか。うわ、怖いな。あ、強っ。すごい。天山の T シャツ着てるとやっぱちゃうな。うん、勇気がある。怖いな。あ、うん、うん。すごい、でも、こっちまで。メテさんちょっと行きましょうな。の方が多分本物か。メテ。こっちの中でもいいやな。怖っ。T シャツ薄いな、なんか。筋肉めっちゃ見えてるよ。背中の、でかい筋肉めっちゃ見えてるわ、メテさん。めちゃめちゃ筋肉ある。馬の尻みたい。力持ちや。いってる。あーもうほんま嫌や、もう。むちゃくちゃ怖いわ。あーもうめっちゃ速いやん、二人。イナゴライダー歌ってくれるんですか。うわ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 。あ、もうダメダメダメ。あの日の僕らはそこに立っていて。どこに立ってんねん。めっちゃ僕はもうあかんよ。キムさん突き落としてくれ。僕気失った方がマシじゃん。突き落もう掘ってくれ。生きとる心地がせんぞ、こんなとこ。悔しい。こんなんです。先に行ってカイジの鉄骨橋みたいになる。石田さんみたいになる。安田という偽名で働いてる娘がいる。おい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 。もう。ヒエの手みたいなじゃないのよ。ちゃうのよ。食べついた。クリアした。クリア。怖すぎ。三号。よかった。楽しかったね。すごいな。好きな人に告る前ぐらい汗かいてる。一回皮落ちた。落ちないです。映してへんけど。濡れすぎやで、顔顔濡れすぎや。え、キムさん余裕でした。全然、僕らあの12回住んでるから。そんなんで、関係ないやん。ズボンまでびしょびしょやから。ここは終わりです。ありがとうございました。楽しかった。ありがとうございます。僕はちょっと、桂橋が怖すぎたので一服をしております。あ、いや、前は琵琶の滝ですね、を見てます。徳島楽しんでくれとうかな。楽しんでくれとったら嬉しいんですけど。じゃあここで一旦お知らせ。フランス人とアメリカ人とイタリア人と中国人。滝ありがとうやで。滝ありがとうやでって言ってる。関西弁の悪いとこが全部出ました。滝ありがとうやでが出ました。他にないわ。他にないわ言うてる。めちゃめちゃあるわ滝。他にいっぱいあるから。落ちてる。いや、重力感じますね。ボキャブラリー少な。少な。メテさんもこれなんか言うとほうがいいんちゃいますかこれ。ビチョビチョや言うてる。あ、ハゲてる。見上げたらハゲてる。ハゲとるがな。肌色が多いよ。肌色が多いよ、メテさん。ありがとう。
隕石落ちてるやんそこメテオやん、ヘリポートやから、ヘリポートや、止まってください、ドクターヘリでも何でも止まってください、はい、メテさんちょっと願い事しとから、これ滝やから、びしょびしょにして、いい体がな、めっちゃ楽しんでるやん、イベント延期なったのにただただ旅行してるやん休憩です、休憩してる、キムさんのそれ何ですか、これはね、白クマソフト、白クマソフト、メテさん、麦だらしソフト、弁当、うん、弁当飯食うてるよ、この後味噌汁出てくる冷たい食おうな、言うたのに半分あちあちやから最初これ届いてね、その瞬間にメテさんがいい匂いって言ったからね何にも匂いせんすごいですよ、ここ滝、さっきの滝が、うん、ここから見える、うん、いいね、この景色で、ね、うん、後ろにも偽物の滝あるから、印刷の滝がある、本物の味わいよね、うん、もうじゃあこれ食べて、はい、矢を出ましょう、いい妖怪屋敷に来ました、いやもう本当に、はい、いや本当に僕妖怪が大好きなんで、徳島はね、こなきじじいという鬼太郎にも出てくるやつのふるさと、はい、ふるさとなんで、じゃあ早速行きましょう、嬉しい、おいろんな芸能人も来てますけど、これね、峯岸みなみとか、うん、いろいろありますけど、これ渡辺池がサイン丁寧っていう渡辺池、割とサイン丁寧でした、いきますか、うん、せーので、メロンかな、よしよしよし、あと10秒あと10秒あと10あと10あと10秒、90点クリアした勝ちやから、90点トップダイヤ、トップダイヤ、トップダイヤ、よかった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 、すいません、ありがとうございます、すいません、お騒がせを、え、僕消えた、トップダイヤ、写真ないやん、写真なあったん、魔王魂の曲使ってるやん、もうええわもん、お疲れでした、お疲れでした、 どうでしたか妖怪屋敷、いや僕本当に、うん、あの妖怪のオブジェみたいなのいっぱい置いてあったよ、うんうん、はいはいはい、ああいうのめっちゃ好きやから、うんうん、ずっと見てられますね、うんうん、もっと入れましたね、夜までおろうと思って、折れる、うん、余裕で折れる、全然見えるやつ、メテさんもね、あの、うん、怖い部屋とかあったから怖い部屋をなんかみんな参りてとか言って参りかされた行ったけど、なんか何も仕掛けもなく、信じれんぐらいの距離でしたね、すぐ終わって、大股で7歩ぐらいやったからびっくりしましたね、すぐ当たるな、うん、そうよ、これが徳島の妖怪屋敷、あ、まあ、ロックさん曰く、うん、2階は奥妖怪なくなってるから館長が集めた石置いてるという噂通りでございます、うん、2階も最高、そう、石がすごい多かったね、うんうん、石のコーナーの方が充実してたぐらいだから、うんうん、石屋敷です、ここみんなぜひ聞いてみてください、はい、じゃあ徳島市内に戻りましょう、はい、はい、はい、ということで矢の桂橋とか、はい、妖怪のとことか行って、うん、こっち帰ってきて、うん、ゲーセン行ったり、うん、唐揚げ食ったり、唐揚げ食ったり、肩に焦点の唐揚げを食ったり、いろいろしまして、うん、はい、アイアマが東京に帰ります、寂しい、寂しい、やだピエンピエンピエンやだピエンピエンということで、まあどうでした徳島、一泊二日ですよね、これすごないですか、こんなに楽しめる、うんうんうん、楽しかったですか、いや旅行やったら、うん、ただの旅行ほんまにこんなん無理やり口実で YouTube 撮ってるけどマジでただの旅行でした、ね、小屋健ちゃんがね、もうほんま一日ずっと車運転してくれて、いろんなとこ本当にね、徳島の魅力がね、まだおもろいとこあるんでしょ、いっぱいあります、うわ今日はあくまで、まあ、ベタな観光地というか、うんうん、そういうとこもあって十分楽しかったもん、楽しかった、うん、まあ、もっとディープなとことかいろいろある、うん、いや、いいなぁ、まだまだ、うん、少しも知っていきたいね、うんうんうん、だから、10月に
うん、28日に、はい、ここ3人プラスダニエラちゃんでズブズブ、はい、うん、徳島ズブズブ大作戦2というイベントをやりますんで、はい、詳しくは僕のツイッターとか見てくれたらと思いますかな、はいはい、アイアマイも YouTube やってるんですよね。やってます、はい、僕もサブスクでいろいろ聞けると聞けます、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ほら調べて気付けて東京帰ってください。ありがとうございます、はい、また会いましょう、はい、すぐ会いましょう。さよなら。ありがとう。寂しい。